こんにちは、柴戸です。今回はアコースティックシミュレーターを千葉管楽器さんからお借りしました。このアコースティックシミュレーター AC2 はかなり古い機種になります。見た通り年季が入っているのがわかるかと思います。このアコースティックシミュレーターはエレキギターでアコースティックサウンドを鳴らせると、当時は結構画期的なエフェクターだったんですけれども、今はですね、マルチエフェクターにも普通に入っているようなエフェクトになっております。ではつまみを見ていきましょう。まず左からレベル、ボディ、トップ、そしてモードチェンジになっております。このボディはですね、その名の通りアコギのボディですね、ボディの鳴りです。そしてトップは弦の鳴り、シャリシャリ感ですね、その辺を調節できるようになっております。そしてモードでスタンダードモード、ジャンボモード、エンハンスモード、ピエゾモードというふうな感じになっていて、まあ、ここはですね、個人の好みでモードはチェンジしていっていいんじゃないかなと思います。今回は音の違いが結構わかりやすいスタンダードとエンハンス、エンハンスはですね、シャリッとした感じで、スタンダードはボディの鳴りがしっかり鳴るようなモードになっております。この2つをですね、試していきたいと思います。そして後ろに控えているこちら、ズーム MS50G なんですけれども、こちらにもアコースティックシミュレーターのモデリングが入っておりますので、最後にこれも鳴らしてみたいと思います。アルペジオ系とストローク系を2種類鳴らしていってみたいと思います。続いて MS50G を鳴らしていきたいと思います。
という感じでいかがでしたでしょうか。こちらの AC2 は太めな感じ、ボディの鳴りがしっかりと表現されているような感じで、こちらの MS50G はシャリンとした感じで弦の鳴りがしっかりと表現されているようなイメージでしたね。で、冒頭にお伝え忘れてたんですけれども、このアコースティックシミュレーター AC2 のアウトご覧ください。ここに Easy Out で通常のアウトがございます。この Easy Out っていうのはですね、もう一台アンプをつなげれるようになっていて、 AC2 専用のアンプに挿すことができます。なのでアウトプットでマーシャルに挿して、 Easy Out でアコースティック用のアンプに挿して、アンプを分けることによりアコースティック感を出すことが可能になるというふうなセッティングもできます。まあ、例えばマーシャル1台でやっちゃうと歪みと併用になってしまうので、アコースティックはアコースティック用のアンプにつなげようというふうなことができる Easy Out ですね。ぜひその辺もですね、有効活用してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。